OK だ、これで OK です。すいませんね、ちょっとツイキャスへの送りが入ってなかったので、ちょっと今設定の方を。かな、ツイキャスの方、音大丈夫ですか？すいません、ちょっとね、別のところやってたみたいで、いろいろ設定違ったみたいなんですけど、どんなです今ツイキャスの方。来た、すいません、手探りな状態ですね。久しぶりの一人ということでですね、ちょっとどうもありがとうございます。久しぶりの一人ということで、ちょっといろいろ今日はゲストさんも来ておりますので、はい、久しぶりの一人でお届けしたいなというふうに思うんですけど、やっぱり今日は人多いですね。すごい多いですよ。バーベキュー、パラソルが結構あって、テーマ、エコさん、本日のテーマですね、残念な話、ショックな話です。タロスケさん、お久しぶりですね。来週トロピカルビーチにお邪魔するんですね、来るんですね、はいはい。今日はちょっと人が多いですね。ちょっと1時ぐらいですね、某他局の番組のコーナー企画でですね、久高のマリさんが車にシールを貼るっていうのをやってたんですけど、はいはい、そういうのもあってちょっと人が多いみたいなんですけど、先ほどこっちに来た時にマリさんいたので挨拶して出てくださいって言ったんですけど、本人やっぱり忙しい方なので残念ながらアプローチ失敗したんですけど、いつかね、また何かの機会で出そうかなというふうに思っております。はいはい、どうもどうも、みんさん、こんにちはって来ております、ありがとうございます。はいはい、初めてかな、なんか雨降りそうかなと思ったんですけど、どうだろう、でも晴れてきてね、多分今日は雨が降らないかなと。この色キックスがあって、いや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 、初見です。どうも初めまして、この番組はですね、FM 宜野湾という沖縄の宜野湾市にありますコミュニティ放送局から配信っていうか、配信してるんですけど、この時間はですね、トロピカルビーチっていう宜野湾市内にあるビーチのサテライトスタジオからお届けしております。そろそろ曲が終わりそうですね。この後は道路交通情報、それからお天気情報を挟みまして、はい、CM に行きたいと思います。はい、時刻は午後3時、まもなく11分を迎えるところです。この時間はトロピカルビーチ内にあります FM 宜野湾サテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。だんだんね、その雨降りそうかなと思ったんですけど、そうでもなさそうですね。
まあ今後これからも多分いい天気になると思いますので、皆さんぜひお出かけビーチへのぜひいらしてください。さてこの時間はですね、天気道路交通情報をお伝えしたいと思います。本日18日沖縄地方ですが、本島中南部南東の風晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴う見込みです。波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴います。降水確率ですが、お昼12時から午後6時までが 20%、 午後6時から深夜0時までが 20% となっております。日中の最高気温は33度となっております。本日も暑いですね。なので皆さん熱中症には十分気をつけて、水分補給しながらレジャーなどを楽しんでください。はい、以上お天気情報でした。で、続きまして道路交通情報をお伝えしたいと思います。宜野湾市内ですね、なんと本日そんなに渋滞しているところはございません。ですね、ただ、国道330号線那覇市古島インターチェンジから浦添市西原トンネルまで北行き南行きともに一車線規制が敷かれております。なのでこちらの通りを通る方はですね、早めに車線変更してくださいね。はい。まあどうなんだろう、今日はまあ平日っていうこともあるのかな。なので今日はちょっと結構スムーズに流れてるみたいなので、はい、皆さん、まあ、安全運転でお願いします。以上天気道路交通情報でした。さてさてツイキャスにですね、コメントが来ておりますのでご紹介したいと思います。はい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 。太郎介さんのほーん、ひろきこんにちは、来週トロピカルビーチお邪魔しますねって。あ、太郎さん来週沖縄に来るみたいですね。はい、ぜひ沖縄に来たらこのね、サザンブリーズこの時間帯やってますので、ぜひとも見学に来てください。で、コザイルさんで、テーマはって来てるんですけど、本日のテーマはですね、まあ、某アイドルの解散騒動とか沖縄が甲子園で負けましたので、そのちょっと残念だった話、ショックだった話っていうことをテーマで、はい、お届けしております。で、コザイルさんがこのエロキックスがって、まあ、何を見てエロキックスがって言ってるのか分かんないんですけど、で、ミン3さん、ミン3さんかな、初見ですって来ております。どうもはじめまして、この時間サザンブリーズ FM ギノワンというコミュニティ放送局からお届けしておりますよ。で、ミンさんさんがですね、海外から見てるって来ております。海外ちなみにどちらの方から見てるんですかね。ですね、コザイルさんハロハローと来ております。はい、皆さんメッセージありがとうございます。ツイキャスメッセージありがとうございます。またメールのメッセージも募集しておりますので、皆さんぜひお寄せください。はい、以上天気道路交通情報でした。それでは一旦 CM を挟みたいと思います。はい、じゃあそれでは一旦 CM です。いえいえ、椅子あります？いや、もう時間でどうしよう、先にすごい、プリントアウトしてきてる。あ、どうしよう、先にもう、いや、一回曲挟みますか。告知して曲挟むんで、その間にちょっと何あれするかっていう打ち合わせしましょう。わかりました。告知は自分が。そうですね、最初あの小浜さん紹介するんで、はい、告知した後に、はい、番組の話とか、はい、ちょっと小浜さんの話するって感じでいいですか。はい、はいはい。ミンさんさん、アルゼンチンから。どういうきっかけでまたこのツイキャスにたどり着いたんですかね。その多分日本語でやってるってことは日本人の方ですかね、それとも日系の方ですかね。このすごいですね、その海外からね、コメントしてくれるっていうのは結構なかなかないことなので、まあ、
インターネットで世界に配信してるなっていうのが実感する瞬間なんですけど。さてさてメッセージ。では、ではそろそろ CM が開けますので一度マイクを下げたいと思います。時刻は午後3時17分を回ったところです。この時間は宜野湾市内トロピカルビーチ内にあります FM 宜野湾トロピカルビーチサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。さてさて天気も良くなって、はい、絶好の海日和となっておりますので皆さんぜひトロピカルビーチに遊びに来てくださいということでですね、さてさてトロピカルビーチ並びに、宜野湾市 FM 宜野湾からのお知らせコーナーです。まずはじめにですね、羽衣パークマネジメントよりお知らせです。2016キッズウォータープログラムのお知らせです。海という自然の遊び場を最大限に生かし、溺れないため事故に遭わないためにどうすればいいか、子どもたち自身が考える能力、セルフディフェンス能力を養うプログラムを実施します。さらに子ども自身が本来持っている可能性、能力に気づき、自分を大切にする心、守る心に気づき、自分に自信を持って生きる気持ちを醸成します。これは子どもたちが成長して自立していく上でも大切なマインドにもなり、生活力の向上という効果も期待できます。さてさてこの2016キッズウォータープログラムなんですけど、例えばチャレンジシュノーケリングというものはですね、っていうものがありまして、カヤックやボートを手で漕いで仲間と共に向かい、レスキューチューブを活用して魚たちとランデブー、もちろんエスコートはプロのライフガードが行いますっていう風にありますね。でそれから、筋肉番付でおなじみのビーチフラッグスとか、あとビーチでかけっこしたりとか、それから、ライフガードと海を泳ぐなどといったプログラムが実施されるみたいですね。で、開催日時ですが、8月22日、8月26日、9月4日、9月17日で10月10日、11月23日と、結構まだいろいろ先何回かありますので、まだまだ余裕があるみたいですので、ぜひ。で、講習予定時間は約2時間となっております。午前中のプログラムが10時からで、午後のプログラムが、15時からとなっております。で、対象は4歳以上で、30名、募集人数は30名、定員になり次第終了となっております。で、受付は随時やっており、参加費は無料となっておりますので、もし興味がある方、それから参加ご希望の方はですね、ご連絡ください。で、ですね、申し込み用紙がですねに記入しないといけないみたいなんですけど、まあ、詳しくはですね、羽衣パークマネージメントにお問い合わせください。電話番号は 098-890-0881 098-890-0881 となっております。皆さんぜひご参加ください。ですね、それからですが、はい、結構お知らせすることがありますので、はい、それからですね、FM 宜野湾からですね、お知らせです。ひまりちゃん募金ご協力のお願いです。森川ひまりちゃん1歳は生後間もなく拡張型心筋症と診断されました。ひまりちゃんは今自分の心臓はほとんど動かず、小児用補助人工心臓で命をつないでいます。現在の逆で元気な姿に戻るためには心臓移植のほか道はありません。心臓移植をするためにはアメリカ渡航手術費2億9500万円が必要です。11月には渡米できるようひまりちゃんを救う会が全力で活動しております。1日でも早く心臓移植を実現するため、皆様の全員をお待ちしております。で、詳細はですね、ひまりちゃんを救う会電話 080-7967-0925 080-7967-0925
7967-0925 までお問い合わせください。でもしくはですね、ホームページもございますので、ホームページをご覧ください。ひまりちゃんを救う会と検索していただければヒットするしますので、ぜひよろしくお願いします。そうですね、まあ、日本の人口がまあ1億2000万人ぐらいかなってことを考えると、まあ、1人1円だったらちょっと足りないので、まあ、2円か3円やってくれるだけで、ね、1人の命が救えるって考えると、まあ、僕は、ね、3円以上は募金しようと思っておりますので、皆さんも、はい、もうこれは善意ですので、皆さんのご協力を、はい、よろしくお願いします。以上、 FM ギノワンよりひまりちゃん募金ご協力のお願いでした。でそれからですね、まあ、夏休み、まだ夏休みもう半分、あと半分なのかな、まだ残ってると思うので、はい、夏休み体験イベントのお知らせです。トントン色塗り体験、なんだろう、このトントン色塗り体験、あの飛ぶ鳥と書いてトントンって呼ぶみたいなんですけど、翼のあるトントンは悪い気を追い払い幸運を招くと言われています。世界で一つだけのトントンを作ってみませんか。はい、まだ自由研究というか工作が終わってない小学生の諸君ですよね。ぜひともこの機会に、はい、ですね、日時はですね、8月26日金曜日、27日土曜日、確実ともに50名で要予約が必要となっております。時間帯はですね、第1回目が11時から、第2回目が14時からで、第3回目が16時からとなっております。場所は、普天間流坊内にありますサンフティーマですね、サンフティーマ1階の祭事場で行われますので、はい、材料費はですね800円となっておりますので、ぜひ、はい、工作まだだぞ、8月26、27って結構、まあ、夏休みも終わるギリギリになるんですけど、やばいぞ、工作終わってないぞっていう人とかいたらですね、ぜひともこの機会をご利用してはいかがでしょうかということで、はい、ですね、それから今日は情報盛りだくさんですよ。はいはい、まあ一応この番組、情報も小出しにする番組ですので、はい、じゃんじゃん情報をお知らせしたいなと思うんですけど、ね、なんせ資料がいっぱいあるもんですね、ちょっと探すのがね手間取っちゃって、はい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 、はい、入りました。はい、じゃあすいません、ご紹介したいと思います。沖縄県女性の翼の会主催映画上映会チケット販売のお知らせです。女性の翼の会は1984年に設立以来、女性リーダーの育成と男女共同参画社会の実現を目指し活動してきました。この度30周年記念の国際交流事業として、松坂慶子さん主演ベトナムの風の上映会を開催します。この作品は新潟県出身ベトナム在住の小松美幸さんの原作で、日本語教師として働く女性と認知症の母とのベトナムでの生活を描いたものです。日本とベトナム初の合作作品としても注目され、異文化交流に大きな足跡を残す作品として国内外からも評価をされております。で上映会はですね、8月21日今週の日曜日の午後2時から開始で、チケットは1枚1000円、全席自由となっております。で会場は宜野湾市民会館大ホールとなっておりますので、ぜひご参加ください。 FM 宜野湾でもチケットの方を取り置きしておりますので、ご希望の方は電話メールにてご連絡ください。電話番号は 098-943-0094、 098-943-0094 です。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。でその他詳しいお問い合わせはですね、沖縄県女性の翼の会までご連絡ください。まあ、ホームページもあると思いますので、そちらの方でもチェックしてみてください。はい、以上 FM ギノワン、ギノワン市からのお知らせでした。さてさて、ツイキャスメッセージたくさんいただいておるのでご紹介したいと思います。先ほどのミンさんさんからですね、初見で、海外から見てるみたいなんですけど、アルゼンチンから見てるみたいですね。アルゼンチン何語でしたっけ。あ、すいません、ちょっとパッと言語は思い浮かばなかったんですけど、アルゼンチン人、その日本語、日系の方ですか、その日本語とかわかるんですかね。
すごいな。で、稲垣五郎さん、あ、稲が日っていう字になってる、ビーチバレーのアナウンス並みの音量っていうのは、これは大きいっていうことですか、ちっちゃいっていうことですか。で、洗濯物並みのハンガー、これ後ろだから、これあれですからね、あの洗濯物って皆さんおっしゃるんですけど、これちゃん売り物ですか、タグついてますからね、あの欲しいわけじゃないんで、はい、ということで皆さんコメントメッセージありがとうございます。メールの方もですね、まだまだ募集しておりますので、ぜひメッセージをお寄せください。本日のテーマはですね、最近あったショックな話、残念だった話、まあ、某アイドルグループ解散騒動でですね、世間は賑わっておりますが、皆さんの身の回りで起きたちょっとショックな話とか残念だった話があればね、ぜひこちらの方までお送りください。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。皆さんのたくさんのメッセージお待ちしております。それではですね、またまた1曲ご紹介したいなというふうに思うんですけど、本日2曲目の曲はですね、まあ、本日は甲子園シーズンということでですね、ネット甲子園のテーマ曲になった曲をおかけしてるんですが、2曲目はグリーンのプライドという曲です。この曲は2012年のネット甲子園のテーマ曲だったんですけど、当時の、甲子園どうだったかと言いますと、東光学園の松井裕樹投手、現在東北楽天ゴールデンイーグルスにいますけど、がね、その騒がせた、注目を浴びたピッチャーとして出てきた回になります。それでは、2曲目をお届けしたいと思います。グリーンでプライドです。いやー、一人大変ですよ。いや、一人でやってるじゃないですか。いや、一人は大変です。いや、まず告知から先にしましょう。ちょっとその間にちょいちょい僕質問とか聞くこと考えてで、先に告知やって、その後に番組で紹介やって、でその後にちょっと小浜さんの話を聞くみたいな。告知、この告知を先にやっちゃっていいですか。先に告知から先にやった方がいい。すみません、ありがとうございます。ちょっと僕もいろいろなんか、これも借りていいですか。あ、いいですいいです。分からないことがあるんで聞きますので。あ、これを。はい。あ。時刻は午後3時、29分を回ったところです。この時間は宜野湾市内トロピカルビーチ内にあります FM 宜野湾のサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。さてさて、この時間からですね、ゲストさんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。じゃあそれではゲストさん、すいません、自己紹介の方をお願いします。はいはい、どうも皆さんこんにちはこんにちはです、はい、いつもこんばんはなんですけど、そうですね、はい、こんな明るい時にこんな格好して出てくるなんて感じなんですけどね、はい、毎週水曜日にですね、はい、FM 宜野湾さんで沖縄県のサッカーを盛り上げていこうという、番組をさせていただいています。小浜直人です。どうもよろしくお願いします。お願いします。今日もいい天気ですね、はい。まあ、実を言うと、まあ、小浜さんからですね、はい、ちょっと告知があるからやってほしいということで、はい、昨日お願いされたんですけど、でそのお願いされたのが、まあ、夜の12時ぐらいですいません、ね、でいつも無茶ばっかりで、はい、で、まあ、告知だけだったんですけど、はい、まあ、じゃあ明日僕が番組やるんでそこで紹介しますよって言ったら、まあ、ちなみに出れますよみたいなこと言ったんで、はい、じゃあもう出てくださいということで急遽ゲストに決まったんですけど、すいません、ね、いやありがたいですよ私もわからないことがあるんですけど、まあ、今日はですね、はい、そのイベントがあるということでちょっと告知に来てもらったんですけど、実はですね、はい、今度の日曜日なんですけど、日本代表のフットサル日本代表の、はい、森岡香織選手が、はい、沖縄に、来まして、はい、スペシャルクリニックというものを開催いたします、うん、はい、
はい、で日本代表のこのフットサル界を引っ張ってきたこの森岡選手が沖縄に来てね、うん、この講演するだけではなくてこの、子どもたちだったり、はい、一般の、参加者も含めてこのスクールを開くということなので、はい、ちょっとここで、はい、告知させていただけたらなと思って、はいはい、お邪魔させてもらいました。でこのクリニックってちなみにその、はい、クリニックって何々クリニックとか僕のイメージだと病院のイメージなんですけどちなみにこのサッカーのこのフットサルのクリニックっていうのはどういうことをするイベントなんですか？はい、ですねこのやっぱり選手の、はい、皆さんそれぞれでやっぱりちょっと変わってくる部分もあるんですが、はい、フットサルって言ってもやっぱり奥が深いんですよ。はいはい、僕だいぶ浅はかなんですけど、はい、このボールを止める一つの仕草にしろこういうふうに止めたら次の動作がうまくいくよっていうふうなことを教えていただいたり、こういう時はこういうシュートが役に立つよっていうのをまたこのクリニックで教えていただけるのかなと、はい、思っております。もう本当にこのフットサル界の第一人者なので、まあね、はい、一つ一つの言葉この教えていただける内容にちょっと重みがあるのかなと、はい、思っています。じゃあそのなんて言うんだろう、ただ闇雲にプレーするんじゃなくてこの瞬間にはこういう風なことを考えたらいいとかっていうのをちょっとその、まあ、理論的というか、うんうん、そのテクニックを教えてくれるっていう、そうですね、はい、この世界でね、はい、もうワールドカップにも何度も出場している選手ですので、この世界と渡り合ってきてる選手ですので、はい、うん、このとてもとても深いお話が聞けるんじゃないのかなと。すごいですね、沖縄で、まあ、こういう機会があるっていうのは結構珍しいかなと思います ね、 そうですね、もう滅多にないと思うので、うんうん、ぜひ皆さんタイミングを合わせてね、はい、参加していただけたらなと思います。はい、うん、じゃあすいません、そのイベント の、 その詳細を、はい、はい、ですね、これは主催自体は、一般社団法人、グランフォルティス沖縄と、いうところが開催しているんですが、はい、期間がですね、もう今度のちょっと日曜日なんですよ、8月の21日、はい、で場所が沖縄女子短期大学の方で、また教室とね、はい、この講習会の方は教室、またプレーのクリニックの方は体育館であるんですが、はい、ですね、実は募集をだいぶ前からかけていたらしいんですけど、はい、このもうちょっとキッズの育成年代の募集はもう締め切りがちょっともうかかっちゃってるらしいので、ただ大人対象のこのクリニック、講習の参加はまた無料で、参加することは可能なの、可能らしいので、うん、ぜひですね、ちょっと興味がある方はこの森岡薫スペシャルクリニック in 沖縄で検索していただけると詳しい詳細が確認できるのかなと思います。もう今週の日曜日、そうです、もうちょっと期日が迫っておりますので、はい、ちょっとこれ予約そうですね、確認をこのまた募集フォームでまたお送りする確認事項がありますので、はい、あ、ホームページからその応募するみたいなので、はい、気になった方はですね、森岡薫、スペシャルクリニック in 沖縄で、はい、検索していただいて、でそちらの方に引っかかったページにあります、その申し込みフォームからですね、そうですね、はい、はい、応募してください。言ってくれたらなと思いますよ、皆さんもうぜひね、よろしくお願いしますよ。なので、はい、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、はい、まあ、告知の方は以上以上ですなんですけど、まあ、せっかくね小浜さんうちで番組持ってくださってますし、はいはい、でそのゲストで来てくれたので、ちょっとね番組の方を紹介していただきたいなと思うんですけど、沖縄県をサッカーを盛り上げていこうは、はい、どういうふうなことを紹介している番組なんですか？おーですね、いいんですかこんなところでお話して。いいですよ、いいです。今ちょうどですねこのトロピカルビーチでも流れてるのでいいですね、皆さんじゃんじゃん、はい、うまいビール飲んでますかいやいいな、実はですね、はい、はい、この後、毎週水曜日の午後10時から、はい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうというなんていうんですかね、はい、小浜直人的な小さなこのサッカーの知識でいろいろ、はい、おしゃべりをさせていただいて、はいはい、まあ県内のサッカーに関わるすべての人たちが少しでもね、はい、ハッピーになればっていうような目的を持って、うんうんうん、ちょっとサッカー情報を発信させていただいています。はい、うん、昨日もビーチサッカーの、はい、そうですね、今日、はい、実はここトロピカルビーチで、はい、イベントを午前中にね、はい、やってたんですが、はい、相馬プレーヤー沖縄の河合選手が、はい、ゲストに来ていただいて、番組の方でねいろいろお話ししてくれました。はい、あとこの河合選手がですね、はい、今週末から、はい、中国で行われます
国際大会の日本代表に選ばれまして、うん、ぜひまた頑張ってね番組にあのお話ししに来ていただきたいなと思うんですけどね、はいはい、うん、すごいですね、まあ、こうやってそのサッカーに関わる方がいろいろゲストに出ていただいて、そうですね、いろいろ、はい、呼んで、FM、ぜひね、はい、FM 宜野湾からこの沖縄県のサッカーを少しでも、はい、盛り上げていける手伝いができたらなと思っていますので ね、 いいですね、皆さんぜひよろしくお願いいたします、はいはい、ぜひサッカー好きの方は、はいはい、ぜひ一度聞いてみてはぜひね、はい、よろしくお願いしますもうただのサッカーばかなんですけど、ね、いやでもこのなんて言うんだろう、自分の趣味とか好きなものが高じてそういうのをやるっていうのはいいですよね。そうですね、もう本当にね、はい、この軽ゆるい感じで僕が準備した資料よりも、はい、あのリスナーさんの情報が正しいとか多々ありますので、でもまあよくありますよね。だそれこそツイキャスがあるんで、そうですね、ツイキャスでちょっとこれはあれですよとか呼びかけたら、うんうん、あれって何でしたっけとか言ったらすぐ帰ってくるんで、はい、いやありがたいです。やっぱりラジオってリスナーさんに支えられてるなって思いますよね。ありがとうございます皆さんありがとうございます。いやいや本当に皆さんありがとうございますよ。コメントなりもう指摘とか、はい、いや本当に小浜さんも一人でラジオやってますよ ね、 うすね、もうちょっとね、はい、厳しい感じでいや最近こそちょっとアシスタントとかゲストさんとか結構、ね、ゲストさんも最近、はい、来てくれてるんですけど、来ていただけるのでありがたくね思ってますけど、いやでも一人でラジオはね大変ですよね。ね大変いや大変ですようやくようやく多少の準備がなくても喋れるかなっていう状態なんですけど、もう本当に最初一人で喋るときはあー原稿いっぱい用意して、うん、あれやこれやどこだどこだ、はいはい、あーやばい何言ってるんだボーンって飛んで結局何言ったか分かんないっていうオチになるんですけど、自分あのひどい時は、はい、このそうそうあのこの準備した資料をごっそり忘れて、はい、あ先週のタイムシートであの、はい、喋ったりとかしてました、ね、はいはい、いやこれはもうね一人で喋ってるパーソナリティさんのあるあるなんですけど、はい、危ないですね。いやだからそういうものを考えるとやっぱり改めてリスナーさんにラジオを支えられてると思うので、大切ですね、はい、本当に、はい、皆さんぜひねよろしくお願いしますよ、はい、はい、ぜひ一緒にね、はい、沖縄県のサッカーを盛り上げていってくれたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ということで本日のゲストはもうなんかちょっと喋り足りないこととかありますか。大丈夫ですよ。あらもうちょっと言っときます、はい、大丈夫ですよ。なんかもしあるんでしたら最後になんか、まあ、番組のこととメッセージ の、 あの告知はもう終わっちゃったんで、はい、何か、はい、実は僕宜野湾市民で、はいはい、もうここはこのトロピカルビーチもよく利用させていただいてるんですけど、はい、やっぱりね、はい、ビールが美味しそうだなでも、もう僕生まれも育ちもずっと宜野湾で、はい、宜野湾市から出たことないんですけど、こういった形で皆さんいろんな、ねはい、地域からまたいろんな国々から来ていただいて、はい、この宜野湾市でこの、ねうん、あのいっぱい笑顔を作っていただいているのは本当にありがたいなと思うのでね、はい、皆さんぜひこの、ね、いっぱいいっぱい楽しんでもらえたらなと思います、はい、じゃあ、はい、ということで、はい、以上、毎週水曜日、はい、夜10時から放送の沖縄県のサッカーを盛り上げていこうよりパーソナリティの小浜直人さんがありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はいはい、ツイキャスのコメントでエコザイルさんが、はい、青い頭の人そのまま最後まで言ってってあるのでまあよければよろしければ最後まで、はい、座って、はい、コメントしていただいてもいいので、ちょっと相談しますか。はい、はいということでですね、じゃあ早速ですねまた曲の方をね行きたいと思うんですけど、3曲目はですね、ファンキーモンキーベイビーズのあと一つで、この曲はですね、はい、2010年の熱闘甲子園のテーマソングだったんですけど、ちょうどその年はあの我々沖縄県勢の興南高校がですね、夏の初優勝、はい、今6だかもう6年前ぐらいの話、ね、僕うちが近所に興南高校あるんですよ、はいはい、なのでその祝賀会みたいなその報告会みたいなの行ったんですけど、まあその各報道陣がいっぱいいて、で旗とか配られるわ、ポスターというかその垂れ幕優勝みたいなやつとか、あと人もいっぱいいて、やっぱり熱気すごかったなと思って、あのちょうどその春夏連覇で、そうですね、深紅と深紅、はいはい、両方の旗がね、すごいですね、あれから6年も経つんですね。6年経つんですよ、はい、怖いなまた一段と年取ったなと思うんですけど、ということで、はい、じゃあ続いてはですねファンキーモンキーベイビーズのあと一つをお届けします。それではどうぞ。
行きましょう。おしゃべりたいんですけど、こいつらが限界なの。あはははははははすいません、多分ご迷惑をおかけすると思うので、はい、脱出します。いきます、楽しみ。あと何分喋るんですか。56分までなんで。いけないね。すいません。いえいえ、もうありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、うん、終わり。家が読ませるんだったらもうちょっと喋ろうかなと思って待ってないでしょ。正直だ。すいません。いやいや、お疲れ様です。いえ、大丈夫です。また告知できそうでしたらちょっとその明日とかお願いしますね。あ、はいはい、本当ですか。うん、助かります。あ、これあるかな。あ、資料あの、あ、はい、すいません。いえいえ、はい、助かります。ありがとうございます。わざわざ。いえいえ、全然違いますよ。逆です。本当にありがとうございます。いえいえ、いや、運転が。じゃあお疲れ様です。いやいや、お疲れ様です。じゃあまた来週お願いします。あ、以上です。お疲れ様です。エコザイルさん、すいません、小浜さん、ちょっとまあ、はい、あのお子さん連れてきてたんで。あの、待てないということで、バイバイ。バイバイ。あ、全然手振ってくれない。あ、行っちゃった。あ、いや。はい、ということでサザンブリーズお届けしております。メッセージ、あー、メッセージ、おー、メッセージ結構来ておりますね。この後一度 CM を挟みまして、でそれからメッセージ紹介しようかなというふうに思います。いやー、いいですね、夏。そういえばその曲中実況するみたいなことやってたんで、今日も一人なんでちょっとお届けしたいなと思います。目の前にはですね、あのリュックを背負って、まあ、今リュック下ろしたんですけど、外国の方がですね、今ライターのチェックをしてタバコに火をつけようとしております。スプライト飲んでますね。スプライト美味しそうだな、スプライト。でそれから目の前にはですね、サングラスをして、海パンみたいなのを履いた、ファンキーな兄さん方、ファンキーでもないか、兄さん方がですね、そのクーラーボックスから冷たそうな飲み物を飲んでおります。いいですね。洋服の方が結構多いな。どういう観光客の方ですかね。泳ぎに来たというよりか海を見に来た方なのかな。やっぱ学生さん多いですね。今日は学生さん多いです。多分、クラス会とかやってるんじゃないですか。ちょうど大学生がね、お盆で戻ってきて、なんだろう、その、おい、沖縄戻ってきてんだったらビーチパーティーやろうぜみたいな感じでいるのかなという予想です。はい、他はですね、ビーチバレーやってますね。楽しそうだな。お、あのね、結構ね、多分飛行機が見えるんですよ、このビーチから。多分ですけど、この飛行機は米軍の飛行機なのかな。嘉手納に多分着陸する飛行機かなと思うんですけどね。ここ実は飛行機が見えるんですよ、トロピカルビーチ。那覇だと
波の上ビーチがあるんですけど、そこからは旅客機が多分見えると思うんですけど、ここはね多分軍用の飛行機がね見えるんですよ。なのでちょっとその飛行機好きもいいかなと。あ、カモさん戻ってきております。さてさて、時刻は午後3時46分を迎えております。いやーいいですねビーチ。沖縄って多分なんて言うんだろうな、その狭いんで、もしかしたらビーチに行ったら人に会うかもしれないじゃないですか。でもかといってプライベートビーチだと人がいなさすぎてちょっとなーとかってなるんで、なんか程よい具合で人がいるけど知り合いにも会わないみたいなビーチがあれば最高なんですけどね。なんて言うんだろう、やっぱり海に来るときってちょっと日頃のなんて言うんだろうな、そのストレスとか、それからなんだろう、日々の疲れみたいなものをね、その癒しに来るわけなんで、そこになんかそのまあ友達と一緒に行くんだったらいいんですけど、そこでなんかね人と会っちゃうとちょっといきなり現実に戻された感があってちょっと嫌だなと僕は思うんですけど、皆さんどうです？そういうのないですか？そのせっかく遊びに来たのにちょっと、まあ、それこそなんか仕事関係の人に会うとか親戚に会っちゃったとか、まあね人それぞれだと思うんですけど、僕はねそのあんまりプライベート空間の時はちょっと自由にしたいなっていうのがあるんで、なんて言うんだろう、そのまあまあハメを外すというかちょっと一個の気を抜いた瞬間を見られたくないなっていうのはあるんですけど、この前なんか声かけられたんですよ。すいません FM ギノワンの人ですかって、あそうですよって言ったら、その台湾の番組やってますよねとかって言われて、あやってますよとかって言って、みたいな、あのなんかね知ってるんだみたいなのね、ちょっとあの別に有名人気取りになったとかそういうわけではないんですけど、ちょっとわ有名人ってこんな感じなのかっていうふうに思っちゃいましたよね。あ、そろそろ CM が開けてるんで、はい。時刻は午後3時48分を回ったところです。この時間は宜野湾市内トロピカルビーチ内にあります FM 宜野湾トロピカルビーチサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。さてもう間もなくですね番組も終わりに近づくんですけど、メッセージがですね結構いただいたのでご紹介したいと思います。ラジオネーム今日もおかしな銀のトロンボーさんです。ありがとうございます。こんにちは、D 兼 DJ のヒロキックス。テーマ残念なこと、それは大好きだった食べ物を食べられなくなったこと。自分の場合、カニある時にアレルギー症状が出てってきております。カニ、そうですね、そのアレルギーってその生まれた時というかちっちゃい時からこれアレルギーだよって分かってるものもあれば、急に好きだったものがアレルギーになっちゃうっていうこともあるみたいで、このなんていうんだ、蓄積みたいなのがあるらしいんですよ。なので例えば毎日のように牛乳飲んでたんだけどそれがアレルギーになっちゃったっていうこともあるみたいなので、それこそちょっとショックですよね。嫌だな僕は。はい、ありがとうございます。でメッセージ、ご紹介します。ラジオネーム沖縄コンビーフセンターさんから、直樹さんこんにちは。旧盆3日間暇だったのが最近のショックなことかなと来ております。暇だったんですね。そのご先祖さんと遊ばなかったんですか？いっぱい来てたのに。いやっていうすいません、どうしようもないこと言っちゃった。はい、まあね、沖縄だと旧盆だとその、まあ、線香をあげたりとかお墓に迎えに行ったりとかっていろいろしないといけないことがあると思うんですけど、沖縄コンビーフセンターさんはまあ暇だったみたいですね。はい、ありがとうございます。で小ザイルさんから来ております。ヒロキックスハウで青アフロさん、はじめました。
エコザイルかもよって、多分エコザイルさんね絶対お見かけしてますよ。なんせだってエコザイルさんがやってる番組の後の方なんで、はい、ショックだったことは、ありすぎてどれを暴露しようかな。あ、プチショックだけど今日のサザンブリーズに乱入できなかったことだな。予定では2時過ぎには配達終わる予定だったけど、納品先で新人さんが発注ミスして別の商品が来たのを確認するために1時間近く待たされて、さっきうるま市の須崎で終わったから間に合わんくなった。今最新のショックでしたとさ。現場から以上です。スタジオの青アフロさんにマイクをお返しします。じゃあ後からやーと来ております。ありがとうございます。残念ですね、今日はちょっともうお知りいただけなかったんですけども、はい、でもいつもメッセージとかツイキャスでコメントいただいているので、はい、助けられております。はい、前もラジオで言ったんですけど、まあ、エコザイルさんによって沖縄のラジオ業界支えられているので、はい、ありがとうございます。はい、ツイキャスにもコメントいただいておりますね。チャラ AKB ファンさんがよかったやんひろきって、あ、ちょっとそのよかちょっとこれ48分、よかったからやんって、なんのあれだろう、すいません。あ、顔覚えられて AKB ファンさん、顔覚えられてだけええやん。やばいな、数分前のことですけど私何話したのかちょっと覚えてないや。なん、あ、すいません AKB ファンさん、これ何に対してのよかったやんでしたっけ、申し訳ないです。エコザイルさんがヒロキックス知ってるよからかってるだけって、あーなるほど、はいはいはい、あ、僕をからかってたのかな、なるほど、いえいえ、そりゃね、毎日じゃなくて毎週会ってるからね、知らないってことはないだろうっていうはいはい、皆さんメッセージツイキャスのコメントありがとうございます。ですね、最後にですね一曲お届けしたいなというふうに思います。4曲目はですね、この曲結構、ですね、2006年なんですけど、2006年、多分僕がまだ中学生かな、98、そうですね、2006年、僕はまだ中学生の頃だったんですけど、当時ね、甲子園をねめっちゃ見てたんですよ。なんでだろう、多分もうやることがなかったんだはず、夏休みに甲子園をめっちゃ見てたんですよ。でその時にかかってた曲なんで、ものすごく僕の中では印象が強いんですよ。この曲はですね、スキマスイッチでスフィアの風っていう、あ、スフィアの羽っていう曲なんですけど、2006年の熱闘甲子園のオープニング曲だったんですけど、2006年当時の甲子園はですね、ハンカチ王子こと斉藤佑樹投手がね世間を騒がしてた時代で、早稲田実業が優勝したんですけど、いやー、ハンカチ王子、まあ、どうなってるんだろうなっていうことなんですけど、多分野球に詳しい方は今何やってるか分かると思うんですけど、なんかね、今どうなんだろう。うん。ポルシェのカイエン買ったって話は僕知ってるんですけど、おねだりでしたっけ？おねだり王子とか言われて皮肉られてるんですけど、なんかね、それ以外にも、なんか青山に土地買いたいみたいなことをラジオじゃないな、テレビで言ったらしくて、なんかそのポルシェのカイエンも欲しいみたいな発言をしたんで、なんかネット上だとカイエン青山さんみたいなことでちょっとなじられてたんですけど、まあね、斉藤佑樹投手頑張ってほしいなと、そのちょうど同時期に活躍したマー君はもう田中将大投手はもう大リーグで活躍してるんですけど、うん、頑張ってください。はい、ということで、まあね、もうそろそろもう終わりに近いですね。ちょっと曲もどうだろう、バックでね今流してるんですけど、もうね話すことも全部話し終えたので、今日はこの辺でお別れしたいなというふうに思います。で最後にちょっとツイキャスにコメントが来てますのでご紹介したいと思います。あ、チャラい AKB ファンさんか、 FM ギノワンの人ですかって言われたんやろって、あ、そうですそうです、道で声かけられた、道っていうかね、まあお店なんですけどね、声かけられたっていうことでよかったやんっていう話なんですけど、まあ、よかったのかな。でも私どちらかというと表舞台に出るような人間じゃないので、なんかね、まあ一応嬉しかったはあるんですけど、複雑な心境だったということです。で、野の中の銀の蛍さん、2011年の熱闘甲子園の曲ずっとここからはわからないかなってあるんですけど、ちょっとすいません、今日用意してなかったみたいです。はい、じゃあすいません、もうそろそろエンディング近づいてまいりましたので、この辺で
お開きということにしたいと思います、お届けしてまいりましたサザンブリーズ、本日もここまでとなっております、皆さんメッセージ、ツイキャス、コメントありがとうございました。それではまた明日も放送がございますので皆さんぜひお聞きください。それではまた明日、さよなら。どうも、はい、はい、終わりました、はい、皆さんツイキャスのメッセージコメントありがとうございます。今日はね久しぶりの一人っていうこともあってね、一応全部拾えて、あ、野の中の銀のホタルさん、ヒロキックス川上ジュリアのずっとここからもかかるのかなって確かあったんですけど、ちょっとその最近の曲を中心にやったんで、そうですね、ちょっとまあ今日もあのもうちょっとかけれるかなと思ったんですけど、なんだかんだ言って4曲ぐらいしかかけれなかったので、はい、皆さんツイキャスのコメントメッセージありがとうございます。チャラい AKB ファンさん、サラちゃんいつまでおらんのって、一応来週もちょっと来れないみたいな、2週間ちょっと県外に行っちゃうみたいな話をしてたので、すいませんね、来週もちょっと私一人、まあ、来週もゲストさん迎えるんで、はい、ぜひメッセージコメント、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあそれでは皆さんさよなら、ありがとうございます。